アジアラグビーはアジアにおけるラグビーユニオン競技に関する運営団体。ワールドラグビーの参加にある大陸連盟でアジアにおけるラグビーユニオンの運営、管理、普及活動を行う。2014年に名称をアジアラグビーフットボール協会から解消。1968年に大協会のチャロークコマラクール会長が日本協会のコンノシュゲル専務理事。 国際委員会委員長にアジアラグビーフットボール大会の開催を提案したことをきっかけに8カ国で結成された。今野専務理事は20年にわたり事務総長を務めアジアのラグビー振興に貢献した。当時はこのような形式の国際大会は珍しかったが、オックスフォード大学卒のコマナクールの国際的なコネクションから国際ラグビー評議会にも影響を与え後の W 杯開催にもつなげた。31の国と地域の団体が加盟している。すべての加盟団体がワールドラグビーに加盟しているわけではない。括弧内はワールドラグビーに加盟した年、社体はワールドラグビーのアソシエートメンバーになった年。次の18団体がワールドラグビーのメンバーであり、8団体がワールドラグビーのアソシエートメンバー。 次の5団体は、ワールドラグビーに加盟していないその他の団体は、アジアラグビーに加盟していないビコ、ワールドラグビーのアソシエートメンバーになった年、カンボジアは2016年に基準を満たさず除外、ベトナムはアジアラグビーの加盟団体になっていない。ありがとうございます。